秘密の動物詩とは、1991年12月に、チクマ書房より刊行されたサブカルチャー書籍である。著者は、ジョアン・フォンクベルタ、ペレ・フォルミゲイラで、1984年に制作開始。日本語版の翻訳は、関係次郎で監修に、荒又博氏が参加している。ISBN4 から480871543、世界各地に生息する鎮住。 拳銃を多数採取し、膨大な観察記録を残した後なの失踪を遂げた動物学者、ペーター・アーマイゼンハウフェン博士の資料が発見されたと、名打ち数々の常識ではありえない生物の生態写真や解剖図などを紹介。本文、写真、データ、状況設定などは非常にリアルであり、ペーター・アーマイゼンハウフェン博士の生い立ちなども詳しく紹介されているが、 これらは著者による創作である。なお、著者、フォンクベルタとホルミゲイラは、本書の内容はフィクションであるとは書いていないが、制作ノートにおいて、現実とフィクション、自然界と創造界とは隔てる、曖昧な境界線への旅を、僕らは始めたと記している。秘密の動物詩の当初の創作目標は、写真ドキュメントの説得力の薄弱さを示すことで、 あったが、科学的言説、認識形成メカニズムに潜む技術や策略をも考え直してみようということを提案している、としている。ABCD 外等書籍 P199 から200、学術名、分類一覧。ありがとうございます。